あれー、女の子来ないな。女の子を誘おう。大村ちゃん行こうよ。大村ちゃん、わ、しかしこれ最初からしてあれだな、完全に大村ちゃん一人狙いしたいな。ああ、そうだぞ、行こうよ。用があるなら早くしろ。初詣か、行く行く。どこで、おい、こいつも尻の軽い女だな。突然さ、よっしゃ初詣行こうぜってさ、別のさ、他の男から言われたらさ、普通断るだろう。いっす、わり、テレビ見て、あ、テレビ見すぎだろ。よし、恋愛だ恋愛。その願い、お、いいね。せっかくだからおみくじ引いて、えい、行こう行こう。よし、やろう。そうこなくっちゃな。腕前引くだけなのに。今日大吉出せたか。まあこんな感じだったよ。赤井さんはどうだった。あ、私か。ちょっと貸してみろ。ほら、すごい幸運だ。さすがに疲れたな。帰って風呂入って寝るぜ。じゃあな。じゃあねー。俺も帰ってねーよーっと。オムラちゃん、デートしようよ。ねえ、オムラちゃん、僕とデートしようよ。よーし、デートやデート。タワーは行ったから、じゃあもう一回ゲーセン行こうか。ああ、水族館。いや、ゲーセン行こうぜ。もう、いや、カラオケボックスいいな。カラオケボックスにしよう。つまんなそうだからパス。女の子はカラオケ好きじゃないの。くそー、ゲームセンター行こうぜ。ほら、いいね。忘れんじゃねえぞ。やった。ちょっと早く行きすぎたかな。赤井さんまだ来てないや。わーり、テレビ見てたら遅れたぜ。お前毎回それやな。今日のゲーセン楽しみにして。その通り。さあ、もう一回遊ぶぞ。あれ、このゲームは、どうしよっかな。疲れるけどね、楽しいよ。人気のあるゲームよ。ある、元気がゲームだよ。楽しいよ。やっぱロボット好きな私としてはやんなきゃな。よっしゃー、バッチリ良い好感度を与えたぞ。すっげー遊んだ、大満足だぜ。ウィエーイ。さて帰るか。帰ろう帰ろう。どうしようかな、もう一回ゲーセンの方がいいかな。ゲーセン行くか。行く。ほら、これ同じあれが来たらいいな。とりあえず好感度上げないと別の多分ところは行ってくれないからな。とりあえずゲーセンで好感度上げまくろう。よし、行くぞデート。デートに行くぞデート。今回もゲーセンや。どうせあの言葉だろ。あ、はいはいはい、オッケー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 。今日のゲーセン、これ同じ、その通り、同じイベントが発生すれば楽なんだけど。あ、ロボ人形。お、俺なら取れる、うまいからね。じゃなくて、頑張れ赤井さん。こういうの苦手なんだぜ。通ってくれよ。逆にしたらダメなの。じゃあ次内豆にしようかな。まあ、あんまりいい弁当。楽しかったけどさ、ちょっと面白みに欠けたぜ。不満が残ったな。ごめん。さて帰るか。もう一回行くぞ。もう一回ゲーセン行こう。うん、もう一回ゲーセン行こう。よし、デート行くぜ。今回は。どこだっけ、コンサート会場かな。わーり、テレビでゲーセン行こうぜっていう何回もしても結構断られるんですよね。だから別のやつに来たんだけど、ここのホール、今は劇団四季か歌舞伎町の怪人をやってるんだ。面白いのか。私、まあそう言わずに行こう。歌舞伎町の怪人は歌舞伎役者と歌舞伎役者の時間に寄せ、怪人との
いじめられるのミュージカルだ。こんな選択肢ある？今のミュージカル最高だったね。最高？かったるいコンサートだったのにか？どういう意味してんだお前。なんていうか、すっげーつまんなかったぜ。責任やべえやべえ、死にそう。ぐわー、ああ。はい、榊で。やあ。おいおい。やべえ、傷つけるー、やばいなこれ。どうしよう、もうこれ終わったな、ゲームオーバーだなこれ。やべえ、今回やばいぞ。やべえ、めっちゃ傷つけてるな人。よーし、デート来たぞ。もうこいつ同じセリフしか言わんな。さて、今はハルマゲドンをやってるんで。知らないな。面白いぞ。面白そうなら期待できる。面白いぞ、最高だぜ。やべ、そんまんまやないかい。今のは最高だったねでいいだろう。マジか、これまたつまんなかったねであれしたら嫌だな。最高だったね。ああ、もう一回見てもいいくらいだった。俺は来た、楽しかったぜ。やっぱこうでなく、さて帰るか。よし帰ろう。ちょっとデートスポット行くのもあれなんだけど、あれなんだな、こういう雑誌を見てから行った方がいいのかな。あ、野球見に行くか。野球いいな、響きタワーね。これな、バーチャルバイオバザーハザード。なんこれ、ハルマゲドン見たもんな。お、ボーリング場があるじゃん。お、来たー。やばい、ディスク4になってしまった。やばい。よし、今回はボーリング場だぜ。単純なスポーツだからな。よし、気合い入れていく。よっしゃー、遊ぶぞ。しまった、今日は調子良かったのに5連続ストライクで終わる。マジかよ。16ポンドじゃなくてもうちょっと軽いのにすればいいのにって。スピア取って最高記録を目指せよ。もうどうでもいいぜ、私の分適当にやっといてくれ。寝る。うっさー、もうこの子嫌い。まあ楽しかったぜ。さて帰るか。じゃあまたな。こいつ難しいな。また同じクラスだな。また同じクラスか。俺も俺も。ですよね。なんだよその。ま、仲よ。あ、じゃあ俺。の、俺ちょっと様子。お。あ、あ、赤井さん。俺たち同じクラスだよ。お、来た。お前と同じクラスなんて最悪だぜ。最悪だぜとか言う。ああ。これから1年間お前と顔。結構きつい言葉だな。何があった。あ、今年この学校に赴任してきた麻生かすみです。麻生さん、かすみ姉ちゃん。教えてくれたらよかったのにさ、かすみさん。かすみさん、うまくいったでしょ。もうバッチリ、口が半開きだった。もしかして光知ってた。うん、私電話で聞いてて内緒にしようってやつ。ずるいわ。どういう、いや、それはやられますわ。お、じゅん、一緒に帰ろうと誘う。ジュン、おいジュン待てよ。ちょ待てよ。あれ、こいつな剣道部。よ、
お前か。いいぜ。帰ろうぜ。帰りに本屋で。まあ、いじめだな、お前は本当に。おはようございます。全然落ちんなこいつ。なんだお前、チョロチョロしやがって。 すっげーこんなやつ見たことねえな。チャラチャラしやがってよ、言われたことないな。おお、戦うの。来た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 。おい、これなんかミニゲームありそうだな。ほらミニゲーム、なんか HP 高いぞ。8160って普通に RPG になったのはびっくりだな。正義は必ず勝つ。いいな。任せろ。魔術ファイヤーサンダーファイヤーファイヤー。うわ強え。8000 攻撃者がいいわ。フリオパンチ124 214 4000。赤いホムラいけ。うわすげえ、完全に FF じゃん。なんだやる気か。おらやっぱやめた。やめるんかい。くれないぜ。正しい選択。ブリザゴ。はい、勝った。これいかんやろ。戦闘に勝った。炎の T シャツをもらった。へえ、こんな要素があるのか、すごいな。うわ、やべえ、クソゲー化してきた。すげえクソゲー化してきたぞ。やべえ、パート2終わんねえ。あ、パート3か。わーり、お、テレビ見てたら遅れたぜ。裸ってすごいな。しかも傘。今日の決戦、楽しみにしてたぜ。傘、お前傘、裸って名前。雰囲気はどうでもいいよ。うん、どうでもいいよ。さあビデオゲーム行くぞ。しゃー、同じ選択肢お願いします。あ、ロボ人形。お、来た。俺が取ってあげようか。本当だ。お、来た。やっぱりお前って言ってたね。来たー、やったー、バッチリ印象だ。やったー、やっとだよ。すっげー遊んだ。さて帰るか。お、また遊んで、また誘ってくれよなって。イエーイ。いいぞ、分かってきたぞ。やっぱ俺あれだな、恋愛ゲームちゃんとやっとかないけんな。そうだからあれなんだよ、彼女ができねえんだよな、本当にな。はー。お、テストの結果、今回ね、社会かなんかね、すごいダメだった気がするんだよな。あ、でもカレーライス23点やば。社会23点やばいな。生徒会長やばいな。生徒会長やばいぞ。00754.5ってやばいな、これ。遊びすぎだろ。ちょっとどうした、これやばいな。赤いじゃん。よう生徒会長それでやっておられるな。お、来た。赤いさんの誕生日。うん、誕生日何にしようかな。お、来た。GB。ゴドリア、これやろ、完全にこれだろ。お、来た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 。だろ。当たり前。評価ね。うん、こんな感じだよ。ダメだね。もうこの主人公終わったな。爆弾抱えて、しかも全員もうダメという。で、唯一アタックしているホムラちゃんも微妙な顔というね、もう最悪だな。サンキュー、悪いな。男のロマンなどで覗く。え、右行った、真ん中行った、次左だな。ちら、先生
ちゃんと胸隠してるからな、そこのところはな、ちゃんとゲームになってるわ。お、進路相談で、進路はどうするつもり？就職かな、一流産業を狙う、うん、希望はよくわかるわ。ただよし、頑張ろう、頑張って寝るぞ、めっちゃ寝るぞだ、雑学5だもん雑学5って、うわまたか。今年の文化祭は各クラスで出し物をすることにしたのじゃ。何でもいいと、やったぜ、まさしく自由の学校だな。クラスで出し物ね。じゃ、しばらくの間みんなで自由に話し合ってみてね。よ、おっ、出し物さ、劇団演劇？大、ああいうのの脚本とか。お前がか？俺やりたくねえな。はあ、まあ考えておくよ。そろそろ意見も出尽くしたかな。じゃ、演劇。じゃ、演劇をやることに決定。よし、文化祭だ。さて、クラスに急ごう。演劇やるんだったよな。あれ、なんか慌ただしいな。おい、シュン。なんだ、お前か。なんだよ、大変って。まだ聞いてないのか？お姫様役の子が風邪ひいて倒れちゃったんだよ。なんだと？当日になってお姫様役が休みなんて。今からセリフを覚えたなんて無理だし、セリフを減らしてなんとか代役を立てるしかないか。でも、それじゃ他の人が大変。そりゃそうだよ。お、いい方法だって。お姉様役を覚えてる人間、ショウ、お前がやるんだよ。ちょっと待って。そうね、榊くんならお姫様だって大丈夫よ。マジかよ、そっちのルート行く？そんな無理だよ。頼む、クラスのみんなのためだ。マジか。じゃ、早速機嫌。はい。一体どうなったんだ？お前かよ。ん？マジか、すげえな。え、その絵あんの？マジかよ。急に BL になったぞ。ふざけるな。私には国などどうでも良いのです。王子様さえいてくだされば。そっち方面行くか。これサムネだな。姫。たとえどのようなことが起ころうとも愛して姫の愛に応えるためならば。王子様、こんな見たくねえな。おい、ふざけんなよ。どうやら無事に終わったようだな、じゃねえよ。確かにね、可愛くは見えるな。そんな、匠嬉しいな。なんて冗談だよ。はいはい、帰って、着替えてこいよ。お、最悪やお前最悪だな最悪だな。メイ様のお友達で申し訳ございませんが、そのようなお召し物では少々ご遠慮している。はい、厳しく言い、あれ、お前、ご愁傷様。俺、ん、すごいな、相変わらず声が。バイバーイ。
お、受験やな。就職試験を受けに行く。二流でいいかな。やっぱ普通が一番だな。二流狙いで行こう。よし、頑張るぞい。大丈夫かな。超頭悪いんだよな。ちょっとダメだったな。もっと勉強していれば。合格は3月1日か。いや。なんだよ。お前には教えておきたくてね。あ、何？俺、みゆきちゃんと付き合うことになったんだ。なんだと ?3 月の最後だぞ。いや、照れるな。じゃあ、さっちゃん、行こう。うん。じゃあね。なんだと。俺は今回、一人だけを狙う作戦で行ったんですけど、なんかダメみたいですね。やっぱ昔からあるゲームのギャルゲーは最初から最後までみんな狙わないといけないらしいですね。というところで3月1日、今日で卒業か。制服も今日でギザメなんだよな。この橋を高校として登るのも今日で最後なんだよな。今日で卒業式か。よ、ジュン、もうすぐ卒業式始まるな。ん？なんだアリア。ああ、いたいた。おい。は？バイト番長。バイト番長。お前大丈夫か？なんなら俺も。心配かけてすまない。バイト番長。どういうことだ。卒業生の諸君、もとい先輩方。お、早かったな今。ご卒業おめでとうなの。めっちゃブルルルって進んだぞ。在校私たち在校生一同、猿の支配から解放され、これからは静かで規律正しい学生生活を送れることを確信しているのだ。今ここに山猿の支配のもと、先輩方が3年間培ってくる。すごいな、すごい演説だな。ちょっとブラーってなっちゃったけど、まあいいか。私たち卒業生は今日響の高等学校から社会へと旅立ちます。こうして皆様に見守られながら卒業できる喜びを今体いっぱいに感じています。まともだな。お堅い挨拶はこれくらいにしといてだ。伊集院めい。お、てめえよくも言ったな。何がこの学校も静かになるだ。お前の方こそよっぽどうるせえだねえか。それに私がチビで山猿だと。チビはお前だ。私が猿だったらお前はカニだ。渦なんか連れてきやがったら勝ちましたな。これさ、すごいな。勝手に流れるんだけど、これ決着をつけなくちゃな。卒業式が終わったら勝負だと。こうなること思ったや。卒業式終わっちゃったな。さて帰るか。一人で帰るか。卒業しちゃうんだな俺。高校生活も今日で終わりか。ゲームでもしよう。ゲームでもしよう。やべえ、リアルの俺になっちゃったよ。はい、エンディングになりまして、こちらのおまけ、こちらのおまけが出たのでちょっと見たいなと思っております。でですね、こちらのおまけ、まあ、アルバム見るとですね、まあこんな感じで、まあいろいろアルバムがあるわけですよ。でアルバム何も撮らずにエンディングになっちゃったというね、うん、でこのアルバム最初の開くと、これ最初の子供の時のアルバムなんですよね。ほらね、こういうやつね。これ最初そうやったイベント、こういうイベントを、高校編の時に全く何にも
なく終わってしまって、さらに、こちらエンドが全部で14マスあるんですけど、一番最初にバッドエンドを引くというね、もう最悪ですね。で、このマイクはなんだ？あ、音声ね。うん、あんまりこの辺はいいかな。で、ミニゲームも多分これいろいろできると思うんですよね。クリアしたら。で、今回多分何もクリアしないから、まあ、ミニゲームが一個もないという感じなので、今回、次からは、もうハーレム状態でクリアしようかなと思っております。なので、このパート、まあ、まあ、かなり雑なカットになっていると思いますので、まあ、でもここまで実は、このパート3だけで、パート3、パート4に分けるかもしれないですけど、まあ、カットしまくったと思いますよ。うん、なので、一人狙いをするんではなくて、まあ、キャラクター10人いるんで、まあ、10人を平均的に、攻め続けようかなと思っております。まあ、そうだな。だいたい、1年に1人みたいな感じで攻め続ければいいんじゃないかなと思っておりますので、どうしたらいいかな。みんなを攻めつつ、まあ、何人かに絞るっていう感じの方がいいのかなと思っておりますので、次回からはそんな感じでやっていこうと思います。一人狙いは、面白くない。だって、生徒会長まず来ないもん。うん。というところで、今回はここまでにしたいと思います。で、また最初からやって、まあ、最初のイベントは全部飛ばして、高校編からやっていきたいと思いますので、次回からハーレム状態で始めたいと思いますので、ご了承くださいませ。というところで、今回はここまでにしたいと思います。で、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。